お邪魔します。強風のため船釣りが中止となった前回、どうしても釣りがしたいということで、国内最大級海水魚専門の釣り堀コリッシュでマダイ釣りに挑戦。やった、ありがとう。2匹目、目標は1人10匹釣ること。残り30分、クリアできるのでしょうか。屋内海釣りなら任せろ。あーあるだ、おまわりいいな。さらに後半は夜釣りにも挑戦。高級エビカニ狙いでメンバーは大興奮。お見事。あ、タラバだ、カニだ、カニだ、カニ来い、カニ逃げんな。ロングウリオンの釣りなら任せろ。お世話になるのは千葉県富里市にある海釣りハウスコリュッシュさん。マダイやイサキなど美味しい海水魚を狙える屋内釣り堀です。コアちゃんのおかげで釣りを学んだ、うん、ここはスーッとなんかステイな感じよ。ステイですね。でも今は私はもう10匹釣りたい。ここまでリョウさんとコアちゃんは6匹、ヌーコちゃんは4匹、釣り時間は残り30分です。あー、来たー、来たー、ヌーコちゃんが久々にヒット。マジかー、ナイス、よっしゃー、やったやった、まだある、まだある。これで5匹目。ほら、タイム、タイム任せろポーズして、ほら任せろ任せ、任せろって言うてますわ。残り20分だって。え、嘘だ、あと20分当たりが来ない、来ない。止まった、止まりました。もうちょっと我慢できない。少々ついに動き出した動かずのコアが、よく我慢したよな。逆に全然来ない。ここに俺も初心に戻ろう。あ、ちょっと移動した。ヌーコが釣った、ここだ。あ、アワアワですね。アワアワ。リョウさんも移動し、それぞれがラストスパート。残り10分。やだ、うん、やだ、釣る、あと10分。一心報いるぞそう、運動部みたい。当たった、絶対当たった。今のは思いっきり合わせた。嘘、あっちにいるの。めっちゃ当たった。久々に当たってテンション上がった。なんか美味しそうなやつ、美味しそうなやつ、美味しそうなやつ。美味しそうです。もう私にできることはこれぐらいしかない。コアちゃんは今エビを2個つけました。わー、2個だ。2人が工夫を凝らす姿を見てリョウさんは、素晴らしいです。釣れないなと思ったら深さ変えてみたり、餌の付け方変えたりそういうのは大事よ、マジで。皆さん釣り人になってきてます、お二方心が。よし、食った。今なんだこれ。二人に触発されたのか、リョウさんがヒット。ちょっと身が違う。なんだ、イサキだ。よっしゃ、よし、すごい、やったイサキだ、やった優勝優勝じゃないよ別に。なんで優勝って。優勝だ、優勝。なかなか釣れなかったイサキをゲット。しかもナイスサイズ。やだ、嬉しい。リョウさん、最高じゃないか。やだ、残り5分、ヌコちゃんも一矢を報いてください。ちょっと待って、来た。おお、いい。移動してすぐにコアちゃんがヒット。動かずのコアが、動かずのコアでゲットできそう。頑張れ、落ち着いて取り込んでね。お、いい、よっしゃー、よっしゃー、あ、すいません、よっしゃー、7匹目これでコアちゃんはマダイを7匹ゲット。7匹目イエイ。この後3人は最後まで諦めず狙い続けましたが、当たった、あ、うわー、ダース、ダース、ダース、久しぶりに聞いた、ダース食らったあー悔しい。あら、はい、
それでは、皆さんちょうどお時間で。お時間、2時間終了。やめて。でですね、はい、うちは、オマール海老の夜釣りというものもやってまして、はい、よかったらここからやってみませんか、夜釣りの方。オマール海老、この後、高級食材、海の宝石とも呼ばれるオマール海老釣りに挑戦します。やったやったー、イエーイ、はじめまして。国内最大級、海水魚専門の釣り堀ポリュッシュでマダイやイサキを狙った釣りマカメンバー。よっしゃ、よし、すごい、やったー、イサキだ。続いてはこちらで毎週土曜日に行われているオマールエビを狙う夜釣りに挑戦します。さあ、ここからは、オマールエビ、ここにいるんですか？そうですね、オマールエビがこの中に放流され。放流されなんですね。そうですね。今はいないですか、一匹も？今もう残りはいるかなって感じですね。じゃあ俺らがあの2人釣ってる時に釣れるチャンスあったんですか？はい、もうあった。同じ餌ですか？同じ餌です。はい、同じ餌。付け餌はマダイを狙った時と同じオキアミを使用。餌の付け方も同じで、尻尾から体に沿って針を刺します。釣り方としては餌を底に落とすような感じなんで、はい、やっぱ魚と高さがちょっと変わってくる。なるほど、はいはいはい、歩いてるってことですね、ずっと。そうですね、歩いてたり、そこを歩いてたりって感じ。オマールエビは最初放流された時は割とうろうろ歩き回ってます。最初は、はい、そうですね。で、ちょうど良さそうな住処を見つけたらスッと入って。え、かわいい。生態を知らないよね。もちろんしたことないよね。ないです、オマールエビ釣りは。初めてです。これ手長エビ釣りはしたことある？あ、ザリガニ釣りはあります。ザリガニ釣りもあります。ザリガニ釣りはこうでしょ、あいつらこうやってやったやつを網でベッてやるでしょ。じゃあ手長エビはちゃんと食べて引っ掛けるから。あ、そう。オマールエビもそういうことですか？はい、そちらの混合というか、自分でまず餌を食べて引き込んでいくというか。ということは、ね、うん、口にかかって上がってくる。そうですね。ほらほら。え、ちなみに1匹いくらするんですか？はい、今だと8000円近いと思います。高い。オマールエビの生態が分かったところで釣り方を教わります。エビの場合はベタ底を歩いているということで、はい、餌をしっかりそこまで落としておくような感じになります。はい、基本的にはそこに落ちたらこのたるんだ部分を少し巻いてまっすぐにすると、うん、張った状態にしておくと、はい、オマールエビがまあ加えて横に動いたり、はい、まあ、引き込んだりするような感じでどんどん重くなっていくような感覚になります。全然ピンとこない。で、何か寝掛かりしちゃったかな、重くなったなと感じたらちょっと待つ感じです。10秒ぐらいちょっと食い込ませてからゆっくり上に上げていくような感じで、ちゃんと動くんですね。あいつらこう、はい、持ち上がる感じがする。そうですね、まあ、簡単に考えると、まあ、餌をそこにしっかり落とすと。で、はい、しばらく待って当たりがなかったらまた違うところに落とすような感じですね。なるほど。点々といろんな場所に探っていくような感じで。ほんで、うん、やつらは見つけたら、はい、すぐバッてくる感じなんですか？どんな感じですか、はい、イメージで言うと。のそのそのそでちょこちょこ何か動く感じになって、当たりを出してパクッと。ゆっくり。ハサミよりちっちゃいハサミで食べるような感じなんで。かわいい。こっちで食うんだ。こっち何してるんですか？こちらのじゃあハサミは危ないんでちょっとバンドでされてます。まあ、攻撃用ですね、基本的には。あ、これ使ってないんですか、やつは？ここのやつ、このやつらは縛られてます。縛られてる、はい、今回はちょっと真っ暗になっちゃう、まあ、夜釣りなんで、はい、ライトを使うときに水面の方を照らしちゃうと前の人の目がくらんじゃったりとか、エビが光を嫌がって見えちゃったりするんで、はい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 、ライトを使うときは必ず自分の真後ろを向けて使ってください。ちなみに何匹ぐらい放流してくれる？はい、一人頭2匹の放流で5人ぐらい来てたら10匹逃がすんですか？はい、そうですね、10匹逃がして1人2匹あ計算だけど、そうですね、1人で4匹とか5匹釣る人もいるんですか？争奪戦になると思う。うわー、取り合い。争奪戦だ。やばい、もう敵だ。そうです、敵です。3人の釣り座はじゃんけんで決めました。皆さん、オマールエビの姿を見せてください。これでさ、オマールエビさ、先にどっちかが3匹釣れたら嫌だよね。釣るで。釣りたいね。釣りたい。釣りたい。準備の方ができました。放流の方行います。オマールエビです。あ、見てる。あ、もうじゃあ待てよ、まだよ、まだよ。電気消してからですよね。そうですね、電気消してから釣りだから。まだよ。もっといる。え、6匹以上。優しい。よし、優しい。6匹のオマールエビが放たれたところで、
はい、とじゃあではでは電気の方消します。お願いします。はい、わーすごい、スタートでお願いします。外は少し明るいですが、屋内の電気を消して夜釣りがスタート。竿先に取り付けているケミホタルの明かりを頼りに釣ります。最初に動きがあったのはコアちゃん。あ、当たった当たった当たった。え、マジで、すげえ、もぞもぞもぞって。そうそうそう、そういうことそういうこと。え、でももぞもぞもぞの後なんか、え、ずっとそのまま持っていくから待っとき。まだよ、食べてる食べてる。我慢我慢ですか、わからん。え、10秒っつってたから。どうすればいいんですか。感じたらちょっと待ってからゆっくり上に上げていくような感じ。ゆっくり上げて。え、え、でも、え、今なんかいなくなった気がしますよ。じゃあいない。残念、ここはかけられず。ちょっと、あ、え、待って、これ何、もぞもぞ、これ待って待って待って、ゆっくり、俺はもう。どうやら違和感が。離した。え、何今の、ちょっともう一回見てみる。え、なん、いらっしゃらない、餌が。え、食べられた、食べてる。餌を食い逃げされていました。みんな当たった当たったって言うんだけど、そんな当たって話すんですか。当たりがあってちょっと待てば基本的にはがっつり食い込んでます、うん、だったらじゃあ当たりじゃないかも俺ら。当たりがあってちょっと動かさないのはコツかもしれないですね。当たってます。え、当たってる本当。照明さん当たったら逃げるよ。あ、やめて、照らさないで、照らさないで。そこ喧嘩だったらいいんだよ。照らさないで。え、ちょ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 、え、ちょっとマジでいいの。ほらほら、ついに見てるって。コアちゃんは果たしてオマールエビを釣ることができるのでしょうか。国内最大級の屋内海水魚専門の釣り堀でオマールエビを狙う釣りマカメンバー。え、ちょ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 、え、ちょっとマジでいる。マジで、ほらほら、ついに釣れてるって。コアちゃんがヒット。釣れてる、これ完全釣れてるぞ。巻いた方がいいんじゃん。オーナーの佐藤さんもタモを持ってやってきました。オマール、嬉しい、来た来た来た、やったー、やったー、やったー、お見事、嬉しい。やばい、俺のやつが一匹やった。すごい、見事なサイズのオマールエビです。はじめまして、コアちゃん、最高じゃないか。しゅうせいさん、はい、一人で最高釣った人何匹ですか。夜釣りでマックス満員で36の放流で、36の放流で15ぐらい釣った方が一番。うわ、半分ぐらい釣ってるという。コアちゃんの勢いは止まりません。あの人また当たり出てない。大丈夫、なんかちょっと今チクッと、ね、怪しいね、それ。またも当たりが。当たったかも。あいつ一人で全部これ来てる気がするな。そしてヒット。釣れてます。釣れてっぽくない。釣れてます。くる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 、よし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 、やったー、やったー、やったー、嬉しい。2匹目のオマールエビをゲット。ごめんねごめんね、屋内夜釣りなら任せろ。釣り始めて1時間が経過。そろそろタラバガニのタラバ、タラバチャンスだ、行け。先ほどと同じくこの辺りを中心に放流の方出します。タラバ、タラバ、待って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 、はい、え、タラバ行きます。行きましょう。これも1人に6匹6匹ですね。夜釣り限定で楽しめるタラバガニ釣り、今回は6匹を放流。オマールエビと同じ餌、オキアミで狙います。タラバガニの歩くスピードはオマールに比べるとだいぶ遅い。じゃあこの辺だな。オマールエビがだいぶ早いんで、オマールエビ早いんかい。だいぶ早いんで、まあ、それに比べたらだいぶゆっくり歩いていくと思います。タラバは渡さんぞ、コアちゃんにタラバは渡さん。ここまで我慢の釣りを続けるリョウさん。お、当たってる。え、この辺りをものにすることができるでしょうか。タラバと見た、タラバと見た。リョウさんはタラバガニと推測。ぜひその姿を見せてください。これ餌ないのかな。もう見てみます。あ、
竿を上げようとした瞬間ヒット。あ、タラバだ、カニだ、カニだ、カニ来い、カニ逃げんな、逃げんな、いやだだーさよなら、さよなら、タラバちゃん。悲しすぎる。へーい、りょうさん逃げられました。タラバだ、カニ。間違いなくタラバガニがかかっていました。しかし最後の最後でバレてしまいました。本当に惜しい。悔しいよ。ごめん、今照明が暗いから分からへんかも分からんけど泣いてるかもしれへん。フィッシングイノベーション、どうも足立修斗です。釣りマカで夜釣りってなんか新鮮ですね。それにしてもりょうさん惜しかったですね。今釣ってるのはオマールエビにタラバガニ。タラバガニ僕ものすごく大好きで、もうすぐしゃぶしゃぶしたりとか、あー茹でて食べたいです。実はですね、そんなタラバガニなんですが、タラバガニってカニじゃないんだそうですよ。僕も初めて今日知りました。カニの足は10本ですが、タラバガニは8本しかなくて、よーく見ると足が1本ずつ少ないんですね。これはタラバガニがヤドカリの仲間だから。日本でも島根県などでは大きいヤドカリは食用として食べているそうなんですが、味噌の部分は油分が多かったり寄生虫の心配があることから食べられないんだそうです。同じ理由でカニなら絶対に食べたいあのカニ味噌の部分もタラバガニでは食べることができないんだそうですよ。あー、タラバガニ僕も釣ってみたいです。以上、足立修斗フィッシングインフォメーションでした。こちらも苦しい状況のヌーコちゃん、置き竿にして当たりを待ちます。あ、いる、来た、ほら、いる。え、待って、落ち着いてね。ヌーコちゃんにも当たりが。あ、いる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 、ほんとだ。いけ、網の用意もね。網あります。ヌーコちゃん慎重にね。うわー、やめやめ、もバジながら編みよう。ゆっくりだよ。ヒット、何がかかっているのでしょうか。カニか。あー、オマールだ。オマールいいな。やった、待って、やった、ナイス、やったー。ヌーコちゃん最高じゃないか。残り20分だって。やべ、待って、いや、あなた一匹釣ったからまだいいよ。まあね。ヌーコちゃんはさらに。待って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 、めっちゃ当たってるじゃん。うわ、来たかもしれない。ナイス、再びヒット。いや、どうなんだろう。あー、お前だ。あー、いや、行かないで。やったー、ナイス。ヌーコちゃんも2匹目のオマールエビをゲット。屋内夜釣りなら任せろ。この後追い込まれたりょうさんが土壇場でヒット。よし、国内最大級の屋内海水魚専門の釣り堀でオマールエビとタラバガニを狙う釣りマカメンバー。ここまでヌーコちゃんとコアちゃんはオマールエビを2匹ゲット。あとはりょうさんが釣るだけですよ。よし、りょうさんがヒット。よしよしよし、わー抜けた。何、惜しい。あ、オマールエビだ。逃げた逃げた、あの網の下に逃げやがった。俺ずっと逃げられてんだけど。それ僕のです。りょうさんが取り逃がしたオマールエビが歩いていました。これを見たりょうさんは、俺もうお前と絶対戦うからな。待てよ、光らさないで。どこどこ歩いて。めっちゃ警戒するやんけ。りょうさんが戦ってる。りょうさんが直接対決。頑張れりょうさん。りょうさん頑張れ。やっぱ警戒する。ほら見て、いやいや警戒する。警戒してるね。あ、こんなに警戒するんだね、やっぱ。ということは、分かったよ、みんなライトはダメだってことです。
なるほどね、勉強になりました。違うんだ。この後3人は時間いっぱい狙いましたが、もうむずいよ。はい、どうでれば、お時間で終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。さあ、ということで屋内海水釣り堀、はい、2週にわたって堪能してきました、はい、今回のだから釣果はこちらでございます。わー、はい、すごい、僕がこれ釣ったタイとイサキで、コアちゃんがタイとオマールエビ2匹、すごい、ヌーコちゃんがタイとオマールエビ2匹、すごい、ね、我々は予定としては船で釣りに行く予定だったんですけども、どうでした屋内海水釣り堀、こんなにマダイがいっぱいスイスイ釣れることってないじゃないですか、うん、超楽しいです、うん、ぬこちゃんはそれぞれ全然違う引きだったけど、どっちもすごい引き大きくて、うん、すごい面白かったです。本当にめっちゃ釣りでしたね。ありがとうございます。ちょっと僕はリベンジに多分多摩川に手長エビ釣り行くと思います。雨でダメだった時でもいいですし、そのままもう家族連れで安全なので遊びに来てもいいんじゃないかなと思います。ということで今週はこれまでです。また来週、皆さんさようなら。バイバーイ。またね。撮影後、ヌーコちゃんは母の日に海鮮料理が大好きなお母さんのために腕を振るいました。作ったのは虫オマールエビとマダイの煮付け、とっても喜んでもらえて幸せですとのこと。コアちゃんはオマールエビのトマトパスタを作りました。トマトとの相性が最高。さらにマダイのフルコース、油の乗りが最高で美味しかったですとのこと。ヌーコちゃん、コアちゃん、ありがとうございました。次回の釣りまかは60センチ、でかくないですか。うおーダン。あ、合わせちゃったよ。千葉県で最も大きい湖、高滝湖で巨大鯉を狙います。こい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 、ナイス、うわ、頑張れ、やった。番組初登場、リーナちゃんが大仕事をやってのける。お楽しみに。頑張れ。